二木秀夫は、山口県宇部市出身の教育者、政治家、学校法人宇部学園学園長、元参議院議員、元科学技術政務次官、元山口県宇部市長。1930年7月1日、山口県宇部市で、二木健吾の次男として生まれる。山口県立宇部高等学校を経て、山口大学工学部を卒業した後、学校法人宇部学園で勤務。 1977年、宇部そう工業労働組合等からなる、明日の宇部しを良くする会や宇部し議会、保守系議員団から、宇部し長選挙への立候補要請を、また、新田刑事宇部し長からも、後継指名を受け、2期は、同年2月28日に、同市長選挙への立候補を表明した。同年4月29日に行われたうべし長選挙には、2期の他に日本社会党、 日本共産党の革新系統一候補として、藤井上上市助役が立候補したが、保守途中道の勢力から支援を受けた2期が、初当選した。市長在職中には、上市役所の気候改革等に取り組み、以後3期連続当選したが、1987年6月18日、江島厚氏の死去に伴う参議院議員補欠選挙、立候補準備のため、3期目の任期途中で、 上市長を辞職。同年7月12日に行われた第14回参議院、議員補欠選挙山口県選挙区に自由、民主党公認で立候補し、初当選。以後、2期連続当選。参議院議員時代は、政和改正魔会に所属し、国土審議会中国地方、開発特別委員会特別委員、中小企業対策特別委員会委員長。 科学技術政務次官等を歴任した。なお、2期の公認の上市長である中村正人は市長1期目の任期満了を前にした1991年1月29日、2期に市長就任を要請したとして辞意を表明したが、翌2月に2期が市長選立候補を断念したことでこれを撤回している。1998年7月25日に参議院議員を引退。 山口県選挙区の選挙地盤は、第18回参議院議員通常選挙の際に、講師 H へ引き継がれたが、無所属の松岡マスオが当選し、公師は落選した。2000年、君に当髄法省受賞。2019年7月27日、上市内で死去。89歳没。死没日をもって14位に除される。ありがとうございます。